それでは大宮のメンバーご紹介いたします。今日はゴールキーパー若林真奈布、 J リーグデビューになります。他には新里、袴田、吉永のフォーバックです。芝山、栗本、菊池、矢島、深夜の中盤4枚、川田、奥抜きが2トップで入ります。まあ、一方町田のメンバーです。ゴールキーパー福井です。深津、菅沼、岡野の3バックです。中盤奥山、高江、安井、尾長、シャドウのポジションに太田修介、ドゥドゥ、最前線ビニシウス、アラウジョです。深津、奥山、ワンタッチ、ビニシウス、アラウジョ、シュート打ってくる、奥山選手ですかね、はい。まあ、ここからスイッチ入りましたし、まあ、前線3枚が前向きにありましたから、まあ、ビニシウス選手がボール持って、まあ、ダイレクトでね。他のビニシウス、アラウジョが去りましたが、拾ったのは大宮、袴田から綺麗なボール、うん、柴山ワンタッチ落として奥抜きだ。選手はね、左足にフィード持ってますし、今ここから柴山選手が抜けてワンタッチで落としたところ、ここがうまく振り抜きましたけどね。シンプルですけどこう形になってましたし、まあ、これは決定機でしたね、大宮ね、はい。山からいいボールが出る、ドゥドゥだ、いや決まった、ここですよね、ゴールが決まっています。ドゥドゥが決めて町田先制、一瞬の隙をつきました。いや本当そうですよね、もう奥山選手からですからね、まあ、嫌なボール入れましたよね、奥山選手もね、はい。まあ、キーパーとディフェンスの間ではありますけど、まあ、そこをうまくドゥルー選手も感じてましたし、まあ、怖さはあると思いますけどね、しっかりとそこ反応して、まあ、若林選手も出ましたけどね、まあ、一瞬のこうね、なんでありますけど、まあ、うまくドゥルー選手が合わせましたよね、はい。まあ、これがありますからね、牧田はね、長いボール入れてきます。セカンドボール、川田が拾う、自分で行く、川田のシュートだ。こういったミドルもね、やっぱりスリッピーなグラウンドがありますからね、はい。まあ、そこを狙いとして持っててほしいですよね。そうですね、ニアサイド、当たったボール、こぼれてきましたが若林よく反応しました。またこう変えてきましたけどね、このクリア、あれでもよく反応しましたね。安井も少し足に当てました。引っ掛ける矢島圭一、前が空く、矢島圭一こぼれた、奥抜きのボレー、しっかり、まあ、シュートシーン作りましたけどね、まあ、正面ではありますけど、これ福井選手もねちょっとブレ球ですしね。長いボール、おっと、つながった、ドゥドゥだ、ドゥドゥのシュート、若林、まあ、裏抜けしながらキーパーしっかり見てましたし、左で一本ナイスセーブでしたね。真ん中に長谷川、いいタイミングでね、まあ、そこの隙間に入り込んで、これはアリア選手決めたかったですよね、はい。チョンテセ、山口前線、若林は、まあ、や寝られない、1対1だ、平川浮かせた、どうだ、戻ってきた、茂木戻りました。そうカッターのあたりに、うん、平川は一旦ピッチを出て治療しましたので入れません。奥山です、上げる、山口、ニア、ちょっとさすが大きな追加点、ちょっとせ見事ですよね、ここに少しね、ゴールキープするかなと思いますけどね、もう
山口選手シンプルに入れたボール、まあ、嫌なところでね、嫌なところにね勝ち取ってましたし、ここにいるんですよね朝鮮選手ね、まあ、見事でしたよね、まあ、表情わかりますけどね相馬監督のね。前つながった山崎、山崎切り返す、うん、入っていく山崎形でしたけどね、山崎選手はね池田選手が、ね、よく見てましたし、もうしっかり眺めてうまく切り返しながらね、エリア内に入り込みながら左足振り抜きましたけどね。武田のキック、ちょっとですね、栗本コーナーキック、ここで試合終了です。町田連勝、ドゥドゥチョンテセのゴール、アウェー0対2で勝ち切りました。